2016年3月28日に投稿した学術的メモ帳ブログの記事による Windows 10のノートパソコン製品が2016年4月1日16時に到着した。当動画はそのパソコンの内蔵ウェブカメラより撮影している。どういう経緯で買われる運びになったかは3月20日の出来事に発端するが、当該記事はそれ以前の経緯をも含めて詳述している。その Windows 10の製品に関するスペックも当該記事に触れてあり、気になれば参照されたい。また当動画は本家ブログに今後の投稿の予定がある記事を原稿としているため、そちらも参照されたい。届いた品物の重量は、届いた品物の重量括弧内容物及び段ボール箱の重量は数キログラムとなろうが、手にした物理的な重みよりも本体を目にして心が少し重くなってくる。去る3月28日投稿の記事にも、会いたいたる暗雲が重々しくたなびいている。 PC を手にする前から物の重みを覚えると綴ったが、今本体を目にしてなお心が重みにあっされてゆく。私は王具ではない。私が物を受けるにかなう器なのか否、その観念は捨てよう。物のために己を卑下するような観念、物の価値を認める観念を、私はともすると受けた物の重みに潰されそうになる性質が幼少よりあったのであろう。人はありがとうと言いなさいと強制するのであろうが、私は誰よりもありがたき機会に深く心を痛めてきた。仏教とはいかなる道具にも強く執着しないという点が、唯物論者とは似て非なる点である。諸行無常、どれほど元気な人も必ず死ぬから、人間に生まれて楽しみを求めるのみではならない。どれほど利になる食事も腐敗か消化で悪臭を放つから、食品を多く欲張っては人間の品性すら失う。どれほど優れた道具も性能は落ちるが故障するなど、よほどアナログな道具以外は人の一生より長く維持することは難しいから、また同様にこだわるだけ儚い。唯物論者はむしろ道具の性能にはこだわり、どのような執着を持たないかといえば、大事な人の形見だとか、自分が使用してきた経緯による愛着だとか、実体のない心の執着であり、それを捨てる。だから唯物論的で合理主義的な現代人は、その道具はまだ性能を有しているのに使えないから、もっと新しいもの、もっと性能が良いものが欲しいと、合理的かつ主義的な価値判断合理的かつ恣意的な価値判断をすれば、たやすく捨てられる。何か思い入れがあったり、人気の入った家具なども古くなった粗大ゴミとして捨てるに難くないが、これを突き進めば、都市開発や近代化の邪魔になる文化財の建築物を徹底的に破壊する国家や行政である。仏教徒が道具の性能を追求しない姿勢を持つのに対し、唯物論者のようでは金さえあれば悪なしに良い性能を求め続け、壊れれば結果論、捨ててまた買えば良いという思考がある。無論この原理があるからこそ近代文明の科学や技術の発展を遂げてきたのであるが、それがまた人々に欲望と殺気を駆り立てて、国際社会に破壊と殺戮の魔導を歩ませてきた。こう見れば、物の執着、観念を断つと言っても意味が逆転しかねない。